はい、こんにちは。はい、はい、今日は、ランドマーク2の、はい、平本蓮馬 VS 鈴木千尋の振り返りですね。はい、はい、ちょ、まず声どうしますか。声は、セコンドですか。毎年この時期になると花粉で喉がやられて潰れてる状態で大声出して、喉が潰れてます、はい、まあ、セコンドでさらに潰れてます。まあ、残念ながら、平本選手が負けてしまいましたということで、はい、まあ、その件に関して、まあ、いろんな人からいろんな意見をもらいまして、はい、思った以上にその SNS で、あの平本選手を応援する声、があった、たくさんあって、まあ、彼が、まあ、過激な発言もするのでもちろん敵も多いけども、はい、まあ、試合前に試合までこれまでたくさんの人を巻き込んで、はい、格闘技界を盛り上げたっていうことは絶対に変わらないし、はい、で、まあ、だからそれの、そんな平本選手のセコンドにつくっていうことは自分もいろんなこと言われる覚悟を持って、はい、覚悟はしてました、はい、で覚悟もした上で煽りに乗っかって煽りました、ね、それに対してファンの人にいろんな意見もらってることもまあこれの100倍平本選手は言われてるんだろうなと思うと、はい、まあ、腹も立たないというか、はい、まあ、我慢できました。試合展開は、はい、あのゲームプランとかあったと思うんですけども、はい、最初にあの一発大きい右ストレートをもらっちゃってっていう展開でしたけど、はい、もう一回いくわ、はい、まあ、試合展開としては、はい、まあ、言ってもその彼と練習したのは、はい、まあ、まあ両手で数えられるほど、はい、でその中で、まあ、彼のストロングポイントを生かして、はい、ウィークポイントをできるだけ相手決まってることだからここは潰してっていうところで、まあ、時間ないとか中でやってきたけども、はい、まあ、それを相手の右を差してもらったことによって、まあ、全部崩されてしまった、はい、まあ、最初はオープニング一発でね、はい、全部ひっくり返されちゃったかなっていう感じですね。でも全体通してはお互いダメージを与え合うような展開だったというか、うん、強さも見せたと思うんだよね、はい、そうです。もちろんその全然できないところを露呈したけども、はい、あの MMA が時間かかるなんてことは俺が一番よく分かってるし、何十年やってると思ってた、はい、でそれに対して関係者がそんな早く強くなるわけねえだろうとか、まあ、いろんな話を言われたけども、はい、何も分かってるわと、はい、その中で彼のストロングポイントを生かしながら、はい、徐々に徐々に潰していくんだ、はい、まあそういうことで、まあ、今回はまだね、はい、そういうところが露呈されてしまったけども本人もね、はい、前向いて、そうですね、気持ちも折れてないし、はい、試合もまたやりたいって言ってるし、はい、試合をする中で磨いていかなきゃいけない、はい、いくら1年2年練習しようが3年練習しようが1試合には絶対勝てない、うん、やっぱ経験が大事な競技です。今回まで少し成長は見られたと思うけど、はい、またこの1試合で本当にこの今回の試合やって初めてこの1年半だっけ、はい、1年半試合が空いたことの期間の修行が生きるの、はい、次の試合で見せる、はい、それだって MMA が強くなるのは時間かからないけど、もう重々承知だし、はい、俺自身勝てるようになるまですごく時間がかかったし、はい、その太鼓持ちなんだって言いますけど、はい、例えば初対面の人間にあなたちょっとそこの癖どうなんですかねとか言いますか言えないです。その時点で関係性が作れないくなっちゃうんです。言えないでしょ物には順番ってものがあるわけですよ、はい、それを彼とちょっとずつちょっとずつ作っていってるんですよ。これからまあ修正していってどんどん、うん、でその中で彼が警備に来ることを選んで、はい、来てくれる限りがっちりサポートするし、俺も本当に試合やって終わって思ったけど、俺平本蓮大好きだなと思ったんだけど、はい、別に太鼓持ちじゃないよ、はい、別に平本蓮、てめえバカ野郎って言ったっていいよ、もうこれから先は、はい、逆に、うん、てめえ何やってんだこの野郎ってエビしろっつって、はい、言ったって構わないし、はい、人間と人間が付き合ってんだって
ロボットで操縦してんじゃねえんだって、セコンドは。セコンドは大事だし責任あるのは分かってるけど、セコンドはロボットの操縦士じゃねえんだ、はい、ロボット作るまで時間かかるの。ロボットみたいなやつもいるけど今そこまでの関係性作り上げるまで時間かかるわ、はい。まあ、これから の、 その活躍に期待っていうことですね。あとまあ煽り部位の中で、はい、編集とかもあったと思うんですけど、はい、まあ、平本君は練習だと USC レベルだっていう塾長の発言もあって、はいはいはい、そこがこうなんていうんですか、それずいぶん叩かれてるよね、はい、部分もあるんですけど、それについてはで、まあ、USC をなめんなとか USC を軽く言うなとかっていう声も見たりとかして、はい、自分自身もアメリカで USC ファイターとかともやってきたし、チャンピオンとかやってきた、はい、あのスパーもしてきたし、はい、で彼らはどれぐらい強いかは肌あの身をもって知ってるつもりなんだけど、はい、あの USC を軽く見たこともないし、はい、それで、まあ、その上でさらに発言するけども、はい、この試合が終わってからも考えは変わってない、はい、練習で強いところは USC レベルだ、はい、言って、これ何も俺は間違ったことで言ってる、はい、うん、ただ弱いところもある、はい、まだそこら辺のプロの一般の子たちも負けちゃうようなところもある、はい、なるほど、そういうシーンがあっての発言だったってことですね。そんな試合前に言わないでしょ。はい、そうですね。 USC っていうところだけ切り取って言うけどさ、はい、試合になったら分かんないって言ってるじゃん、はい、まさに試合にならないと分かんないことが彼自身たくさんある、はい、でそれを今回身をもって知ったわけ、はい、でその今回の試合はやっとその今まで1年半アメリカからやってきたこと全部がやっとここでこうなんていうか収穫されたというか、はい、ここでそうここでまとまったわけ、はい、このあと彼がどうしていくかでしょ、はい、うん、だから本当はここからなんでしょ、はい、でも彼の試合終わってまたすぐ頑張る、はい、また改善して頑張る、その姿勢があるから日本一になるって言ったんでしょう、はい、その考えは今も変わらない、はい、まあね、はい、まあ、とにかく、まあ、ファンの人もアンチの人もって言うけど、でもファンの人がすごい圧倒的に多かったことはすごい嬉しかったね、はい、繰り返しになるという、まあ、とにかく情熱持って生きてます、はい、平本蓮は情熱持って生きてます、はい、俺も情熱持って生きてます、はい、いろんなやつがいろんなこと言うけども負けずに頑張ってきます。以上です。はい。